菊池隆氏家は平安時代末期の肥後国の武将。九州において海陸の東塁を広範囲に束ねる一国僧侶的存在であった。日ソ貿易拡大による平家の九州支配に反発した劉忠氏は自称4年、肥後国の武士である阿蘇伊安、木原森ザらと共に鎮税反乱を起こす。 機内、東国での相次ぐ謀反への対応に追われる平家は、11月17日に、熊野の不可思想と共に、龍忠氏に対して、斜面の決定を下している。不可思は平家に人質を出しているが、龍忠氏の斜面に関しては、鎮税に兵を差し向ける余裕がないための対面的な処置と考えられる。年が明けて、自称5年、龍忠氏の軍勢が、 数万に及ぶという風文が都に届き、正月11日に朝廷で討伐の戦時が出された。4月、平家の園席で有力家人である原田種直が太宰権将人に任命されるが、劉忠市追悼は実行されず、8月になって都から平家の家人である平貞義が反乱鎮圧に派遣される。受栄元年4月、劉忠氏は貞義に振って、平家に属した。 樹齢4年3月の壇の浦の戦いでは、平家方で戦い、敗北した後源義経に投降する。文次元年11月、平家物語、法眼宮古地によると、長年敵対していた、小型恒義の要請によって、義経から恒義に身柄を引き渡され、斬首されたという。ありがとうございます。